Friday Hit Radio。 総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。 This corner is brought to you by 総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校。小倉です。園田です。声優デビューに特化した学校ヒューマンアカデミー名古屋校、数多くのオーディションが受けられる。現場実習がメインの少人数制授業。私たちもオーディションで選ばれ、今回収録をしています。声優になれる場所が名古屋駅から徒歩5分にある。気になる方はヒューマンアカデミー名古屋校と検索。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。時刻は間もなく5時36分になるところです。今週もミッド FM より心がライブでお届けしています。 Friday Hit Radio。 さてお待たせしました。ここからの時間は総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々です。毎週この時間に総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の学生の皆さんと一緒に学園の魅力をたっぷりとお伝えしています。さあ今週はですね、なんとついさっきまでスポーツフェスタでバタバタバタだったというメンバーが、このスタジオまで、ね、駆けつけてくださいました。毎回ですね、このコーナーではパフォーミングアーツカレッジからホスト MC を迎えてお届けしているんですけれども、今回担当してくれるのはこのお二人です。こんにちは。今週のホスト MC を務めさせていただくことになりました、久米美里とはるちゃんこと斉藤遥です。よろしくお願いします。このコーナーは毎回総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の学生や講師の方をお迎えして一緒にお届けしていきます。今日はパフォーミングアーツカレッジの方にお越しいただきました。では自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。パフォーミングアーツカレッジ声優専攻2年の中村あゆみです。よろしくお願いします。お願いします。同じくパフォーミングアーツカレッジ1年声優専攻の勝田達郎です。よろしくお願いします。お願いします。さあもう先ほど心先生も言ってたんですけど、はい、ちょうど今日スポーツフェスタ本当にさっきまで会場にいたっていう、バタバタで、そうなんですけど、まあ、今日は今年のスポーツフェスタは4種目の競技 ですね。大縄跳びとか、ね、4種目あって運動会のような感じでやったんですけど、はい、どうでしたかお二人、楽しかったですか？そうですね、はい、楽しかったです。1年生ってまだあんまりクラスにそのなってから2ヶ月ぐらいしか経ってないんですよね。だから結構交流とかできたんじゃないかなって思います。全部のカレッジが一緒になって楽しく、ね、やるスポーツフェスタなので、はいはい、じゃあどうでしたか？そうですね、やっぱりまだこう学校に慣れてないっていう中で、させていただいたことによって、やっぱりこう先輩と一緒に何かをするとか、あとは他のクラスのみんなとこう楽しくやるっていうのがすごい新鮮で、とても楽しかったです、はい、よかったですね。他のカレッジさんとなかなか接点ないですよね。そうですね、はい、そのね、いつも広い狭いビルのワンフロアで一緒になって勉強しているはずですけどね、なかなか話したりとかっていう機会はないのでね、はい、こういう時間はいいですよね。いいですね。そうですね。ただバタバタするのはちょっと大変かもしれないですけど、でも、はい、なかなかない機会で、はい、そうなんですよ。思いっきり話しました？他のカレッジの方とかは。あー、なんだろう、着替えを忘れたってちょっと慌ててたこと話をしました。そうですね、はい、まあ、僕もいっぱい分からない中で自分からいっぱい声出そうと思ったらいっぱいこう笑ってくださる方もいて、すごい楽しくみんなとお話しながらできました。はい、そうですね、もう、はい、あの達郎くんはもうクラスのムードメーカーですからね。いやまだまだまだですけど、いやダンスの授業一緒にやってるんですけど、ね、すごく面白くて、いや、はい、まあ、これからもっと面白くなろうかなと頑張ってます。もっと、はい、もっと、はい、ありがとうございます。ね、笑顔が素敵ですよね。いやすみません、そんな褒められると照れちゃいますけど、はい、はい、ありがとうございます。ございます。ではここで今週の上場ソング、じゃああゆみちゃん紹介お願いします。はい、ここ2、3日はあまりお天気が良くなかったと思うんですけれど、今日は少し晴れ間が見えましたよね。
ね、私はこの曲のあったかい日差しのような雰囲気がとても好きです。はい、聴いてください。花澤香菜さんでフラッテリー。まずお疲れ様。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。花澤香菜さんのフラッテリーでした。今週のメイン MC に久米美里、斉藤遥、ゲストにパフォーミングアーツカレッジの中村あゆみさん、勝田達郎くんをお招きしています。ここで入学事務局からのお知らせです。総合学園ヒューマンアカデミーからまだ間に合う明日明後日の体験授業を3つお知らせします。1つ目、5月27日午後1時からプロのイラストレーター JB スタイル氏によるトークショーライブペイントを実施します。2つ目、5月27日土曜日午後2時からポケットモンスターサンムーン主役サトシ役その主題歌でもおなじみ松本梨香さんによる声優ワークショップイベントを実施します。最後は5月28日日曜日午後1時からスクウェアエニックス開発スタッフによるゲーム企画失礼しましたゲーム企画体験を実施します。学校選択で迷う方も多いと思いますが、まずは自分の興味のある業界に触れてみませんか。あなたの好きが仕事になるかもしれません。参加料はもちろん無料ですので、まずはお気軽にヒューマンアカデミー名古屋校へお問い合わせください。お申し込み方法はフリーコール0120-491-758 0120-491-758 までお電話ください。参加定員に達した場合はご参加が難しい場合がありますのでご了承ください。未来の後輩になるかもしれない皆さん、お待ちしております。ありがとうございます。
さてここからはゲストの方についてお聞きしていきたいと思いますが、最近好きなこととか今ハマっているものとかありますか？はい僕はそうですね、最近漫画なんですけども、はい、弱虫ペダルを全巻大人買いした影響で、そうなんです、ロードバイクを乗りたくてたまらなくて、僕の今通ってる、家なんですけども360度見渡すと全部山なんですよ。なのでもう自転車で上まで駆け上りたいなっていうのがちょっと今夢なんですけど、でまだまだ漫画読んでるだけでちょっと満足しちゃってる部分があるので、ちょっとあと一歩踏み出せたらなって感じで、まずは自転車を買わない。そうなんですよ、ちょっと今漫画で乗ってる気分に、はい、自分は熱くなれるんですけど漫画読んでる時はちょっと体は全然まだ、はい、漫画で満足しちゃうと。そうなんですよね、ちょっとそれもよろしくないと思って、はい、ロードバイク高いですし、そうなんですよ、ね、高いますね、そうなんですよ、なかなか買うことも難しいですね、はい、そうなんです。じゃあ、あゆみちゃんはどうですか？私は最近そうですね、ダンスを、なんだろう、その YouTube とかに上がっているものを見て真似をしてっていうのが、はい、好きですね。体を動かすことが好きなので、難易度の高いやつとかだと時間はかかるんですけど、すごく楽しいです、ね、一曲できた後の達成感みたいなものありますね、はい、いいですよね。さあ、どうとかどうですか最近？最近はそうですね、漫画だと先ほど僕のヒーローアカデミアを読んでて、すごいなんか典型的なもうヒーローものとかになってるんですけど、でもすごい面白い、引き込まれるっていう感じですね。ヒーローアカデミアもねすごい今人気ですよね、はい、ですよね。さあどうあ、じゃあ私のなんかハマってることも話しちゃってもいいですか？お願いします、はい、お願いします。じゃあ今最近コメダに行くことにハマってます。なんか素敵ですよね、コメダに行ってご飯食べつつ、うん、ゆっくりしつつみたいな時間が好きだなって思ってます。好きなメニューとかあるんですか？好きなもあの米チキ、米チキ、なんかあんまり多分知らないと思うんですけど、チキンがあって小さい一口サイズの、それがジューシーで外はカリッとしててすごく美味しいんですよ。ぜひまた行く機会があったら食べてみてください、はい、スポーツフェスタ終わった後でお腹空いてるそうなんですね、ちょうどいいですね、この後にコメダに行こうってね、タイミングが。そうですね、お腹がすく、うん、お腹すきました？お腹すきましたね、ですよね、もう動いた後で久しぶりにこんなに動いたんで、もちろん授業でもすごい動くことは多いんですけど、うん、なかなかああやってみんなでスポーツするってなると、ないですね、人数が多かったですもんね、熱気がすごいですもんね、熱気がすごい、人が集まると本当に熱気がそうなんですね、やっぱみんな熱くなっちゃうんですよ。今日のスポーツフェスタってどこだったんだったっけ、会場は？愛知県スポーツ会館。おーそうなんだね。でもなかなかだってそんな大きなところで、はい、広いところでね、体動かすこともないし、そうですね、面白い。でもな、え、なんだったっけ、コメダの、なんだっけ、コメチキ、コメチキンが、コメチキンね、初めて知ったけど、はい、そうなの、別に裏メニューとかではなくても、ね、乗ってるんだ、普通にあるんですよ。ちょっと見た記憶がありますちょっと見た記憶がある。面白いな。でも今日はね、そのスポーツフェスタの興奮そのままでメンバー4人やってきて、でね、中村さんもすっかりなんかちょっと大人っぽくなられました。もちろん彼女が1年生の時に私 MC のね授業担当させて、あ、ね、もらったわけなんですけれども、なんかちょっとね大人っぽくなっちゃって、イエイ、ね、そして1年生で、はい、カッサ君なんですけど、はい、必ず1年生がこの番組に出演した時には聞くことがあるんですけれども、はい、授業の中でどの、科目が一番好きですか？どの科目が一番好きですか？なるほど、それはもちろん MC 基礎もう何もだってもうワクワクしてますもん毎週前日もう寝れるか寝れないかって寝ろよみたいな
寝れるだろうっていう感じ。万全にやっていきます。間違いない。そう。でもやっぱりこう、うん、来週テストあるっていうこの緊張感がやっぱ僕の中ですごく良くて、うん、あ来週テストだからこれどうやって思う。もっと心先生がこうね、うん、あの喜んでいただくってあれじゃないですけど、うん、もうなんかいいように言っていただくにはどうしたらいいだろうってすごい一番考えてます。なるほど、ね。なるほど。それはいいよ。私が喜ぶのは一番それは賄賂を。冗談ですけれども、さあ、あっという間のお時間で終わりましたが、今日、この番組に出演した感想をじゃあ中村さんから聞こうかしら。あ、はい、ちょっと なんだろう、うん、バタバタ来てしまったんですけれど、バタバタ来てしまった、いいですね、すごく、はい、なんかこうやって先輩方ともお話をじっくりする機会ってあんまりないですし、うん、とっても楽しかったです。あ、なんかすっかり大人っぽくなった姿を見られて私も嬉しかったわ。では勝田君どうですか。はい、僕も今日がこういうの初めてなんですけども、うん、なんかすごい緊張するのかな。もちろん緊張してはいるんですけども、やっぱり皆さん先輩とかあとは先生もいる中でこうさせていただくとすごい安心して、うん、あの今日あのできたので、うん、あなんかすごくいいなっていうのが、うん、なんか僕すごいワクワクになりました、うん、途中から、はい、よかった。もうこれもラジオマジックということでね。ラジオマジック。さあまずはですね、今日スポーツフェスタお疲れ様でした。今日はねゆっくりと疲れを取ってくださいね。さあ、この気分は上々、来週週はどの MC が登場するんでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上ヒューマンアカデミー名古屋校、数多くのオーディションが受けられる。現場実習がメインの少人数制授業。私たちもオーディションで選ばれ今回収録をしています。声優になれる場所が名古屋駅から徒歩5分にある。気になる方はヒューマンアカデミー名古屋校と検索。